さて本日最初のコーナーちゃぶ台商店街のコーナーです。今週は毎月第1週ということで熊本城おもてなし部招待の皆さんに来ていただいていますが、このおもてなし部招待ね、熊本城とか城西園で演舞とかですね、もしくは、他県への PR 活動などで一生懸命頑張ってらっしゃいます。さあ今日はですね、その中から細川忠興さん、松井沖永さん、それから初デビューでございまして八十姫さんに来ていただきました。いらっしゃいませ。改めまして熊本城おもてなし部招待、豊前小倉城城主細川忠興、細川家筆頭家老松井沖永、加藤清正の娘の八十でござりまする。いらっしゃい、よろしくお願いいたします。声が出てる、声が3人とも出てる。ちゃんとこれ言う時用の声になるんだね。なるね。なるよ、なるなる、ね、なるね、こういう時の普段違う声で喋ってるみたいなのやめてください。強いですか、普段こういう声じゃから。なったじゃん、なんかちょっとかっこいい、ね、なんか声が張ってね。いやまあ男はどうでもいいんですよ。なったね。八十姫さんのね、実は今日ラジオは初デビュー、初ということで、さようでございます。改めて我ら熊本城おもてなし部招待の、いや男はいいんだよ、無視をするでない、無視をするでない我らは喋りませんね。紹介してください。紹介は、ね、改めて仲間に加わった八十姫から挨拶をお願いします。挨拶ね、はいはい、お願いします。改めまして熊本城おもてなし部招待、加藤清正の娘の八十と申します。10月の25日に初陣いたしまして、現在熊本城おもてなし部招待の一員として活動させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。素晴らしい、素晴らしい声。いやいやいや、ね、なんかやられてるじゃん、もう、まあ、出陣というよりは蘇りだもんね。蘇りだもんね。そうですよね、そうそう、蘇り。じゃあ若く見えるけど、もうだいぶ400、今年で418になっております。だいぶ先輩だった。1日でございます。いや、せっかく今ね、業務店も紅葉のね、紅葉でのライティングもありますけど、あそこでぜひですね、クラブ業務亭かなんかでね。なんじゃそうや、細川家ゆかりの地で。謎ひくさんのジジイですね。もうジジイのクソですね。いやちょっと本当、皆さんこう真似しないようにね。真似しないように。まあ、ラジオならご紹介しますけどね、八十姫さんっていうのはですね、実は紀州の初代の藩主の、徳川頼信さんの奥さんになられた方でね。そうでございます。418年の前は大変だったと思いますけどね。まあ、だけどそれで御三家のね、慶喜さんまで生まれますから、八代将軍の元はここにありですからね。すごいですよ。でなおかつ名古屋とそれからこの紀州藩にですね、いっぱい加藤家のものが残ってるんですね、うん、遺品がね、文化財ですね。輿入れの時に共に、そうなんです、はい、和歌山へと持って行っておりまして。キヨちゃんどうでした、お父さん大変だね。いやもう父は本当お優しいお方でございまして、その片かまやりであったり、大事なものを持っていか、危険なものばっかりなってますね。いざとなったら戦えって言ってるからね。まあ、その戦国時代だったからな、そういうのもありますけど。でもやっぱり蘇ってこられてね、こうやって仲間の皆さんとこうやってね、いろんな活動されてどうですか。まだちょっと緊張の日々でございます。ドキドキしておりまする。あ、そうですか、はい、いやぜひキャバレーね、業務亭とかやったら、ま、ほら絶対流行ってください。本当にどうしようもないね。すいませんね、急に来るからね。我らだけ来た時と全然テンションが違うのでございますよ。皆さんだけはテンション違うの。急にニコ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 されて、わしらも結構来とるけど、もうわしら下方ぶりだけでもないってこと。いや、孫みたいな感じなんだな。いや、そういう顔じゃない。孫を見る目をしてな。おいしは人だもん。いやらしい目で見るな。いや、まあそう言いながらも11月の2日3日ね、鹿児島で行われましたね、お原祭りに行ってこられたんですね、うん、どうでした。まあ、初めての薩摩の地でございまして、はいはい、桜島にちょっと感動いたしまして、はい、島津義弘様と、おうおう、こちらにおられる松井沖永様と共に薩摩に行ってまいりまして、楽しゅうござりました。本に天文館の周りでね、踊られてね、はい、非常に盛り上がってね、よかったねって思ってますけどね。急に他人事になりましたね。よかったねと思ってますけどね。私も参戦したかったけども行けなかったけど、沖永と姫と島津義弘とも参戦いたした。良き戦場すごい人でございましたから、盛り上がった、楽しゅうございました。
歌があるぐらいですからね。あ、そうですね。さあさあ、いよいよあの野郎の登場でございまして、野郎の登場、野郎の武士の生誕祭っていうのがあるんですか。さようでございます。それが12月の21日に二部構成で早川倉庫という場所にて行われまする、うん、はい、昼の部がですな、料金が3,300円、うん、そして夜の部が5,500円、全、うん、席指定となっております、うん、こちらでまあ我らと共にクリスマスを楽しんで参ろうということで、クリスマス、さようでございます。さようでございます。クリスマスって言うとだよ。クリスマスは多分どう言っても伝わらないので、そうか、生誕祭でございます。生誕祭か、はい、まあそうだよね、うん、特に我がタイにはですね、そのキリスト教にゆかりのある武将がおりますので、あ、そうだよね、はいはい、それを踏まえて、ゆきちゃんがいるじゃないですか。ゆきちゃんはだいぶ親密じゃな。コニー様のことゆきちゃんって呼んだこと我らですらございませんよ。コニタン、コニタン、コニタン、親しみ持っておられるということ。さようです、さようです。いやでもね、宇都に行ったことあります。お、もちろんもちろん。あそこ古城とね、新しい城と2個ありますよ、ね、ありますよ。そんな場合はあの雪永さんが住んだね、お城は別にあるんですよ。だからそこ銅像立っててね、はい、すごい公園ですもんね。でもあそこ確か肥後守様が別で石垣をもう隠すように組まれておるとかで、そう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 、昔のがなかなか出てこないっていうかね、裏側にあるんですね。なんか悪かったんですよ、あの二人。ああ見えて、そうなんだ。いや、いよいよこうね、生誕祭っていうんで、はい、雪永さんがじゃあリードしていくんですか。そうです、そうです。やっぱり生誕祭、キリスト教といえば小西雪永様でございます、ね、うん、あの方って賛美歌とか歌えるのかね。賛美歌歌えるかどうかまではちょっと歌ってほしいですけど。これ何があるの、このイベントって。内容は、内容気になりますか。いや、気にならないです。じゃあこの話なかったみたいになんで聞いたんじゃん。いや、これ昼と夜と2分あるんで、そうです。出し物も違うんですか。なんか出し物が違うかどうかも気になりますか。なるなる、めっちゃめちゃ良かった、慣れていただいて。実はこれからのお楽しみまだ出しませる、まだ決まってない、まだ出し、いろいろ策を練っておりますから。この申し込みがですね、11月の14日から申し込みができるということでございます。詳しきことはですね、我らのホームページであったりブログを拝見していただければと思う次第でございます。でもこれなんかなかなかないですよ、武士の生誕祭っていうのは。まあ、非常にやっぱ楽しみで、これ人数的な制限というのは当然あるわけですね。そうですね、どうしても会場の関係上ですな、うん、人数制限というのは出てしまいますけれども、1000人ぐらい入りますかね、あそこは。おお、1000人。まあ場所が早川倉庫、早川倉庫、うん、1000人来てくれるかな。来てほしいの。いいと思う。何の話やねん。せられたよ。年代的に。いや、でも多くの方々には来てもらいたいなということね。なんで料金違うと。これは昼と夜とで少しばかり違うのでございます。あ、その決まってないんでしょ。決まっておりますよ。決まってないからそうやってごまかしてるとかそういうわけではございませんよ。まだちょっとずつちょっとずつ世に出していって盛り上げてまいろうということで、歌あり踊りあり、ね、まだ11月じゃからな。そうそう、ね、でも練習せないかも。そうだよね。でなおかつこれグッズ販売っていうのはあるんですか。あるのでございます。どんなものなんでしょう。うち今までですね、生誕祭という時に合わせてさまざまなグッズを展開しておるんですけれども、うんうんうん、こたびも準備できればなということで。できねえかもしれない。できると確約はいたしません、それがしは。あいた。それがさ、申し込み先がすごいネーミングなんだよ。お、キヨピー百貨店っていう。なんなんだこれ。それはですね、清正様のとてもよく似た方がですね、プロデュースをされておるということで。そこでキヨピーなの。さようでございます。今時の格好する人でしょ。さようです。なんかグラサンかけて。はいはいはい、はい、いますね。よくご存知で。時々なんか新市街で見かけ。僕もその通りで見ますよ。今時のね、いや、プロデュースされとる方なので、いろんなものを研究されとるんですね。その方の、まあ、サイトということで、そこで、まあ、販売を行うということでございます。その URL なんかも公式ホームページの方に載せてありますので、そちらから飛んでいただけるとスムーズに申し込みが可能です。キヨピー百貨店で検索すれば引っかかる。はい、引っかかります。ここがじゃあ申し込み先になるんだね。はあ、これ入場券も、入場券ということですよ。申し込み先です。そうかそうかそうか。あ、じゃあまあいろんなものもあるけど、まずはチケットはこっからっていうね、うゲットしていただく期間もありますね。申し込み受付期間があります、うん、11月14日木曜日から来週からの12時半から12月4日水曜日の23時59分まで。細かいね、この日後の神様、細かいのでございますよ。昔からそうだけど。
きっちりここまでって決めないと気が済まないので23時までの方がいいんじゃないか59分までギリギリまで待ちたいのでございます、ね、迷ってる方もおられるかと思いますので、やっぱこうしぶといですね、あのしぶといでなさあそういうのもあるんですけどね、あのその他先ほどからちょっと話した細川玉亭のね、限定開放っていうかこういうのが行われるんですけど、これなんか催しとかあるんですか、まあ、こちらの方は11月23から来月の12月8日まで、うん、この旧細川行部亭限定開放と紅葉ライトアップが今年も開催されるということでございますね。ひょっとすればそれはインスタグラムに映える、あー、それじゃない、当せり言う映えちゅうやつやな、映えるっていうことだな、紅葉とな、ちょうどジョン・レノンの亡くなられた日なんですね、この日ね、あ、そうなんですか、その有名な知ってんのかな大事な方ということだな大事なことですけど、僕も旧細川ね、戦国時代はとてもジョン・レノンがいたら大変だったんですよいやいやいや、平和とかピースとかやってる、わしらとしては歌というのはまた別の歌だからな、あ、そうだな、洋曲というねちょっと違うね、まあ違いますけれども報道展開が違う、まあ、まだ旧細川行部亭でこの催しがあって、我ら熊本城おもてなし武将隊も23と30日、今月の23と30日に長谷さんじてこの点灯式に長谷さんじてまいります、なるほど、ね、ライトアップは5時からね、5時からでございます、うん、何時までやるんだろう、これは夕刻の8時まで、8時まで、はあ、もう2時、え、3時間、朝の8時半から夕刻の8時まで、でこれはやってみてもらおうかな、じゃあもうでもやっぱり日が暮れてる方が綺麗なんですよね、そうですね、うん、昼見えんよね、うん、まあしかしながらそれでも紅葉が見えるからな、紅葉はね、紅葉はライトアップはもう言うなら6時半ぐらいでしょうかね、我ら5時から参りますからね、5時から参るからな、そうです、まあ寒い時には熊本博物館でね、うん、ちょっと避難していただければ、なるほど、さあいよいよっていう時はお迎えですからね、さよう出てきていただければね、熊本博物館の方もこの23と30日の方では、うん、あの開館を延長いたして8時までやりますので、秋の、 この旧細川行部亭と熊本博物館で歴史も知ってもらいたいということです、なるほど、最近あそこ の城西園の左側に駐車場ができましたね、そうできましたね、新しくね、あの演舞とかされてる時どうですか、やっぱお客さん随分増えたんじゃないですか、さようですな、やはりあのバスっちゅうものがよく止まって、で多くの方々さらには海外がよく多く来られる印象がありますな、はあ、すごくなんかインパクト強いんじゃないですか、さようですな、わしらもちょっとバテレンゴを練習せんとな、バテレンゴ異国の言葉かなって、バテリング、アジアンの言葉じゃないんですねそちらも練習せればなと思いながら、まあ、しかしラグビーの時もすごかったでしょ、さようですな、見たですな、ウェールズとかね、フランスの方とかファンの方多かったですからね、あとは選手の方も熊本城の特別公開の時に来てくださったり、はいはい、そう、はい、はらなんかやっぱ違うでしょ、違いますな、うん、ステージの中身でも目立ってるっていうか、うん、大きいって言うのに、すごいですね、よかったですね、外国となんかあの 戦国時代戦わなくてねまともにやったらね、あの薩摩みたいなね、薩英戦争になっちゃうけどねなん薩摩ね、そうそうそう、まあ、いずれにしましてもこれは21日12月ね、これ楽しみですね、いやこれ内容的にはなんかね、また掲示していただいたらものすごいなと思うけどね、こんなことやりますとかね、それはもうわしらのな、あの、うんうん、公式ホームページであったり、うん、ツイッターとやらでのぜひ確認をぜひ iPad でホームページを見てるんですけど、いろいろやっぱ詳しく書いてありますね、さあさあ今日ね、うん、全国からまたメールいただいた、そうなんですよ、ありがとうございます、ね、皆さん励ましのメールですよ、ちょっとめっちゃあるんでね、はい、すごいね、嫉妬するぐらいあるんで、ね、嫉妬されるんですか、全部は読めないんですけど、ラジオネーム白花さんからいただいております、うん、あ、もういつもねいただいております、はい、ありがとうございます、長谷さん、南さん、コビーさん、こんにちは、はい、どうも、岡山より本日も拝聴しております、本日は熊本城おもてなし武将隊の細川様と八十姫様、沖永様がご出演とのことで、ラジオの前で正座して待機しております、特に八十姫様はまだお会いしたことがないので、ラジオで先にお声を聞けてなんだか嬉しいです、秋の熊本の情報や遠征の情報がお聞きできるのは楽しみにしています、と、あ、沖永様、先月は岡山へのご出陣ありがとうございました、岡山行ってまいりました、お疲れ様でした、スタッフの皆様、スタッフの皆様、武将様、姫様、朝晩の気温差で体調崩されませんようにご自愛ください、また今月熊本に紅葉を見に行くつもりです、旧細川行部亭で、はい、白花さんでしたね、はい、もう一つ行けますかね、はい、大丈夫ですよ、全然大丈夫です、はい、
ラジオネームくまったさんからいただいております。熊本城おもてなし武将隊の皆様、 MC の皆様、初めて矢組を送ります。月に一度東京から楽しみに拝聴しています。どから今月末ようやく熊本城の特別公開にお伺いできることになりました。初めて八十姫様にお目にかかるの楽しみにしております。ありがとうございます。ただ奥様はもうすぐお誕生日でいらっしゃいますね。私は本日が誕生日なのですが、皆様の声が聞けるのが最高のプレゼントです。寒くなってまいりましたので、お体に気をつけてくださいませ。とすごいな。おめでとうございます。ではラジオネームくまったさんへお誕生日おめでとうございます。3、2、1、お誕生日おめでとうございます。最高ですね、これは。素敵素敵、すごいですね。素敵ですね。幸せですね。はい、その他はですね、ラジオネームとまるさん、森門さん、前田家の足軽奈良県からね、あとラジオネーム千鳥さん、こちらも横浜からいただいてます。ほうきのひなさん、鳥取からいただいてます。松井家の足軽さん、いつもありがとうございます。そしてラジオネーム春日井ガラスさんからいただいております。ありがとうございます。小西家の足軽さん、あら、さっき読んだかな、白花さん、はい、今言うのやつだった、ごめんなさい、ありがとうございます。ということで今日もたくさんメールいただきまして、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。熊本ね、あの私の状態一生懸命頑張りますんでね、今後ともぜひ応援してやっていただきたいと思います。さあ、もう最後になってきましたけど、最後、まず第2番目の熊本城おもてなし武将隊イベントの紹介をもう一度お願いします。はっ、まあ、それだった、ね、完全にこれを読んでおりまして、はい、武士の生誕祭2019が12月21日土曜日、2部構成で行われます。詳しきことは我らのホームページにて詳細を記しておりますので、ぜひともお越しくださりませ。はい、ということで、はい、人数制限もございますんでね、ぜひまずはホームページから覗いてみていただければと思います。さあ、最後になりましたけど、松井さんから曲のリクエストを頂戴してお別れしたいと思います。 ありがとうございます。武士というのはですね、皆様、いや、武勇の方が大変注目されまするが、実は愛に生きた武将もおるのでございます。誰よ。そんな愛に生きた武将、我が主君、細川忠興様からよろしくお願いいたします。ラッドウィンプスで愛にできることはまだあるか。ありますよ。はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。